かな。そういえばシシロンって自分のアーカイブ切り抜きとか見たりするの？めっちゃ見るよ。めちゃめちゃ見る。なんかいつもありがとうね、切り抜いてくれてる人。なんか見やすく字幕とかも つけてくれてさ、ありがとう。あのね、これね、個人的に私切り抜きしてくれる人とかは好きなんだけれども、まあちょっといいのか悪いのか置いとくよ。置いといて、好きか嫌いかって言えば私は好き。やっぱりこれね、なんか VTuber とか関係なく YouTuber とかも多分そうだと思うんだけれども、切り抜きでバズって知ってもらう機会が増えるっていう点はやっぱり大きい。この SNS、 ソーシャルネットワークがあるこの時代にそれができるっていうのはかなり強い。そういう意味では私は切り抜き文化って絶対なくさない方がいいと思ってるから、うん、そうなんだよね。もちろんなんかもう著作権がとかなんかそういうのちょっとややこし、やっぱややこしい話になっちゃうから、もうその辺は触れないけど、その個人的な気持ちね、個人的な気持ちとしては私は切り抜きとかはめっちゃ歓迎派。どっちかっていうとね、難しい話は置いといて、やっぱすごいよ、切り抜きの力っていうか。今ではその媒体も増えたじゃん。 YouTube はもちろんなんだけども、 Twitter とかさ、 TikTok とかさ、 Instagram とか。なのでまあ答えとしては見てます。見てます。字幕付きのやつは見やすいねと思ってる。私は切り抜きで見て面白かったからチャンネル見に行くとかあるもんね、普通にね。 Twitter でめちゃめちゃ面白いの見つけてなんか YouTube 見に行くとか普通にあるから、意識してないかもしれないけどだいぶそれで見に行ってるチャンネル多いと思うわ、切り抜きで。うん、